はいどうも、なおちんです。さあ今日もドラクエ10オフラインやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日もバトルファンタズムやっていきたいと思います。最強装備が揃いましたので、回戦時に何とかが起きるってやつね。あれが揃いましたので、手数を、短縮する作業に入ってます。8手とか11手とかなかなか早いっすよ。早いと思うんだけどな。今日はここ。悪霊の神々、そして、飛竜たち、今日、ここが20手、19手なので、まあ15手以内ぐらいを目指してやっていきたいと思います。まず最初は、新悪霊の神々。ここからですね、行こう。これはいいんじゃないの？いいと思うよ。これで、やっていきましょう。倒す順番が、バズズ、アトラス、ベリアルの順番でしょう。多分。間違いない。バズズで、ザラキーマやられると、終わるもんね。2、3人ぐらいね。なので、バズズは絶対に仕留めないといけない。2回行動来て！よし、OK。これはそのままでいい。で、アトラスにも、ダメージアップを入れとく。で、ここだよね。ヒューザで、2回行動が出てきてくれれば、バズズとアトラスを最初から無効化できるので、いいんだよなぁ。まあ、とりあえず、バズズだけは絶対。無理か。風切り。アクセルギア装備するの忘れた。んで、ゼネスタイト装備して、巻いてでしょ。で、ここを、アクセルギア2つ。で、バズズを、倒しにかかりましょう。嘘。2回行動ならない。まあ、そうねー。ベリアルは、魔法防御高いんで、そこまでね、意味がなかった、意味はないわけじゃないんだけども、マダンって効きにくかったのよね。だから、まずはバズズだ。こいつをまず倒せるように、動いていった方がいい。で、チャージタックでアトラス、OK。来ないなあ、2回行動が。で、マダンテ。まあ、そこそこってところか。で、超はやぶさ。バズズをまず倒したい。うわ、無理か。バズズをなんとかしたい。ナイス。ふっ。フーラーもチェンジして良さそうだよ。フーラーチェンジしようか。でも誰に変える？いや、変えなくていいわ。攻撃できなくなったりするんで。アトラス。で、ここで、バズズを倒す。倒しきれない。倒しきれないのか。いや、待て。風切り入れて、で、アンルシアで倒そう。倒せるっしょ。嘘。倒せないの。オッケー。で、アトラスが、いいよ、ちょっと待って。アンルシア溜まるぞ、これ。アンルシア溜まっちゃうね。アトラスだね。間違いなくアトラス。お、これもう倒せそうじゃない？アトラス倒せるぞ。いけ。
倒した倒した倒した。んで魔法はあんまり効かないんだよね。念のために回復入れとくか。うん。で、マックスなりそうなんで、ここは超早ぶさで、いいんじゃない？オッケー。お、マックスなった。次のターン確実倒せるね。レボル。もう一回行動。無理か。ここは転ばせずにフォースブレイク入れよう。で、二回行動来てくれれば嬉しい。よっしゃ。ならば、中性に変えて、天下無双。ああ、倒せはしないのか。解決マスクだったんだね、ずっと。で、ここを魔王のネックレスに変えてさ、ドルモア入れたらどんぐらい入る？あんま入らんとは思うけど。お、倒した。カウントした。どんぐらいだ ?19 手かー。まあ、短縮はした。まあ、いいかな。ヒューザにはかかってないけども、まあまあ、いいとしましょう。で、属性下げる暇がないんだよな、あんまり。だから、まあ、そのまんまでも良さそうだけども、まあ一応変えとくか。属性入れる暇はないね。こう3体と戦うときは。OK。倒す順番。誰でもいいんだけどね、多分ね。でも多分こいつ麻痺してきそうな気がするんで、こっちから行きます。あ、ちょっと待って、俺、アクセルギア装備してた？今。してたか？ OK。んで、アクセル、アクセルだね。うん、まずは黄色から俺行きます。チャージタックルいる？いや、いるよね、いるよね。うん。火ダメ多くなるとどうしても無理だよね。で、アクセル、アクセル。2回来てくれ。風切り2連。よし、オッケー。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。いいんじゃない？いいんじゃない？で、アンルシアも装備を変えて、あ、違う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 。オッケー。で、攻撃していく。意外と硬いな、やっぱりね。オッケーオッケーオッケー。アンルシア食らっていいよ。食らった方が、溜まってくれるんだけどね。まあまあいいや。装備してあるね。アクセルしてるね。2回コード切れ、頼む。2回、もう1回。よし、来た。で、青にも、レボルでダメージアップ入れて、で、フーラのマダンテこれでいけるね。アクセル OK。フォースブレイクの方がいいような気がする。青にフォースブレイク、なんとなくだけど、青に行きます。で、アクセルギア装備してるね。で、マダンテ。よし。青倒したよ。青倒したよ。あ、黄色が一番 HP 高いのか。なるほどね。じゃあもう倒せそうな？赤から行く？倒したよ。倒しちゃった。
え、これで何もなくすぐ倒したらこれ相当早いぞ。でもなんか麻痺攻撃とかしてくんなよ。なんかするしない、大丈夫か。よしよしよ、いいぞいいぞ、何もすんなよ何もすんなよ、 OK。 でもうメテオエンジじゃない、ない方がいいな。ダークスターでいいわ。若干だけども攻撃力は上がる。でこれで倒せるか。おし、いけた。お、速くなかった。めちゃくちゃ速かった気がするんだけど。9点。はい、ということで戻ってきました。悪霊の神々は若干難しいね。ここ難しいわ。うん、まあ1点短縮して19点になりましたけども、まあ飛竜たちは9点、これは相当早かったと思います。うん、まあいい感じですね。全部20点以内になった。で次はここですね、殺戮の巨大兵器と新伝説の三悪魔、この2つを次、短縮してみたいと思います。いけるかな。はい、それではチェックをよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。